サモア城のリングネームで知られるジョーシー・ノアはアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州ハンチントンビーチ出身のサモア系アメリカ人。1999年にプロレスラーデビューを飾る。2000年、WWF の参加団体であったアップエと契約し、WWF のダークマッチにも登場。ジョンシナ、エッセリオスなどと対戦。2001年に アップエを視察に訪れた当時、プロレスリングゼロ、ワン社長であった、橋本晋也の目に留まり、ゼロワンに参戦するために初来日を果たし、常連外国人として定着。ゼロワンでは、リングネームを、キングジョーと名乗り、同じ様系アメリカ人レスラーであるキングアダも、キングダバダラと、主に活動した。2002年、ローニー席。看板選手として活躍していたが、2005年からは、 ティネにも本格参戦。ヘビー級ながらも X ディビジョン戦線に活路を見出し、ティネ、X ディビジョン王座を獲得。クリストファー・ダニエルズ、アージ・スタイルズの二人と長らく構想を繰り広げた。2006年3月、アルティメット X マッチでダニエルズに王座を奪われる。これを機にヘビー級へと転向。2005年10月には小橋健太の障害発となる。 海外遠征の対戦相手に抜擢され、ニューヨークでシングル対戦、レスリング・オブザーバーにより2005年の年間最高試合に認定される。2007年にはティネとの独占契約を締結し、長年活動していたろうを去ることになる。同年11月には、プロレスリングのあえ数年ぶりの来日を果たした。三沢光春との GHC ヘビー級王座戦が組まれ、 タイトルダッシュはならなかったもののタイトル戦の前哨戦となったタックマッチでは、ミサワにホール勝ちをしてその実力を証明している。2008年4月、カートアングルの持つティネ世界ヘビー級王座に挑戦。総合格闘技を組み合わせた特殊ルールながら、勝利を収めティネのトップに立った。10月、バウンドフォーグローリーにテスティングに王座を奪われる。 12月のフィナールレゾリューションで試合中にメインイベントマフィアの襲撃により負傷したが2009年に復帰。ケビン・ナッシュとの短期抗争を経て5月のサクリファイスでの試合に勝利して抗争を終了。6月のスラミバースリーでヒールターンをきっかけにメインイベントマフィアに加入するがすぐに離脱。スティングとの構想を開始し7月のビクトリーロードで勝利して 構想を終了した。2011年、マグナスとタッグを組むようになり、2012年2月12日に、マット・モーガン、クリムゾンから、ティネ世界タッグチーム王座を奪取するが、5月に、クリストファー・ダニエルズとカザリアンにタイトルを奪われてしまった。7月22日にプロレスリングノアに参戦するため、来日。 初挑戦にして、秋山ひとし斎藤明としの GHC タック王座を奪取するも、初防衛戦で、ノーマーシーのケンタマイバッハ谷口に奪われ、防衛に失敗した。その後、マグナスと不仲になり、抗争を開始した。マグナスとの抗争後は、エイシズエイツと抗争を開始。4月に一時的に出場しなくなるが、5月に元パートナーのマグナスを、 エイシズエイツから助けるために復帰。ニューメインイベントマフィアに加入した。2015年2月17日、ティネとの契約が満了して、更新はせずに退団することを発表した。2015年3月7日、ローに復帰。ロー、オン SBG にて、カイル・オライリーと対戦して復帰戦を勝利で飾った。同月27日には、サプルカード・オブ・オナー・ラインにて、 同世界王座を保持するジェイブリスコに挑戦するが、ベルトをダッシュするに至らなかった。NXT2015 年2015年4月22日、WWE と契約を交わし入団することを発表。5月20日、WWE の参加団体である NXT の NXT Takeover Unstoppable にて、メインイベントで行われたサミ・ゼイン VS ケビン、オーウェンスの対戦の際、 場外で、激しい攻撃を受けて倒れたゼインに対して、さらに殴打するオーウェンスを止める形で登場。リング内で睨み合い、そして、オーウェンスを追い払った。6月1日、WWERAW のダークマッチで、タイソン・キッドと対戦して最後にマッスルバスターを決めて、勝利するが、キッドは、脊髄損傷を、負う事態となった。8月よりバロン・コービンとの構想を開始。 同月22日、テイクオーバーブルックリンにて決着戦を行い最後には、コキーナクラッチを決めて勝利した。9月2日より開始された、ダスティローデスタッククラシックに、フィンベーラーと組んで出場。同月9日、1回戦で、ルチャドラゴンズ、同月30日の2回戦で、コリン・キャサディエンツ・アモーレを破る。10月7日、 テイクオーバーリスペクトにて準決勝でメカニックスと対戦してメカニックスのコンビネーションと同村の徹底したベーラーの足への攻撃に苦戦するが終盤にタッチをするとワイルダーにマッスルバスターからベーラーのクでデグライとつ繋げて勝利そして同日の決勝でライノバロン交尾との対戦で最後にライノのゴアを仕掛けたところをキックで止めコーナーポストへ上げて マッスルバスターを仕掛け、そして、ベーラーが、クーデクラを決めて、優勝を飾った。11月より、フィンベーラーと交想を展開。12月16日、テイクオーバーロンドンにて、NXT 王座戦を行う。二度にわたり、ベーラーを泡を吹かせた、コキーなクラッチで失神させることを狙うが蹴り技で、応戦される。終盤に、コーナー上での攻防となり突き落とされると、 クーデグラを決められ敗戦。2016年2016年4月21日、NXT ライブにて、NXT 王座を保持するフィンベーラーに挑戦。激しい打撃の応酬を展開するが試合中に、ベーラーが足首を痛めてしまい中断。メディカルスタッフの確認が入るが試合を再開し、最後にマッスルバスターを決めて勝利。ベルトをダッシュした。6月8日。 NXT テイクオーバーザエンドにて、フィンベーラーと対戦。序盤より激しい打撃の応酬を展開。中盤より金網を利用した攻撃が増える中で、お互い大技を繰り出すが、カウント3を奪えず、最後には金網から脱出しようとしたベーラーを捕まえると、そのまま、マッスルバスターの体勢となり、コーナー上から、流れ式、マッスルバスターを決めて勝利した。月日、 テイクオーバートロントにて NXT 王座を保持する中村晋介に挑戦。序盤より打撃戦を展開し、中村の膝を集中して攻め、中盤に近射差を決められるが耐える。終盤に中村を場外に追い出すと、リフェリーの隙をついてローブロー、そしてスティールステアーに叩きつけてリングに戻すと、マッスルバスターを決めて勝利。 中村の NXT 初敗戦を記録し、二度目の王座を体感した。WWE2017 年2017年1月30日、WWERAW にて、トリプル H と退治しようとしていたセスロリンズを観客席から乱入して襲撃。リング上でコキーなクラッチで締め上げ失神させた。2月6日、RAW にて、 ロマン・レインズを相手に WWE デビュー戦を行う。レインズの入場時に襲撃して試合を開始すると一方的なダーティーファイトを展開。しかし、中盤にサモアンドロップからドライブバイを暗い窮地に陥ると、ブラウン・ストローマンが乱入。ストローマンに気を取られたレインズの背後から円髄切りを決めると、裏投げへとつなげて勝利した。2019年2019年3月5日。 スマックダウンライブで US オープンチャレンジと称されたフェイタル4ウェイ形式の WWEUS 王座戦に挑戦。アンドラーデがレイミステリオにホールを取ると二人に戦闘音を決めてカットに入り、アンドラーデにシットダウンを決めて勝利。王座を退官した。6月3日、RAW で WWEUS 王者のレイミステリオがリング上で肩の負傷を理由に、 王座の返上を発表。バックステージから現れると、コキーナ・クラッチでミステリオを締め上げると、ベルトを掲げ、王者になった。2021年2021年4月15日、WWE から解雇されたが、6月に NXT に登場。NXT ジェネラルマネージャー、ウィリアム・リーガルのアシスタントに就任した。マッスルバスターコキーナ・クラッチ・ティネ世界ヘビー級。 王者時代、ありがとうございます。